それでは、会見を始めさせていただきます。私、企画委員の泉であります。皆様にはすでに、会員の皆様にはご連絡を申し上げておりますけれども、新しいシリーズとして、地域を考えるということで、我々企画員で幹事で命名したのが地域を深く考える地域振興ということで、日本の地域をどう考えるかということで、最初に今日は原口大臣に、民主党政権が目指してきた、そしてこれから目指す、地域主権、改革ということについて、お話をいただき、その後、簡単に私の方から基本的な問題について質疑を行って、あとは皆様からいつものように自由に質問をいただくという運びにしております。で、大臣のご都合から、12時45分をめどに退席していただくということで、そのことを皆さん、頭の中に入れてご質問をしていただければ幸いです。それでは大臣お願いします。皆さんこんにちは。冒頭私の方からも村本さんの御霊に、心から哀悼の誠を捧げたいと思います。またこの伝統の記者クラブ、日本記者クラブにお招きをいただきまして本当にありがとうございます。地域主権改革、この理念をお話をし、現実今どのようにそれを進めているかということをお話をさせていただきたいと思います。今日は三宅先生、お見えでございますが、私たちが目指すもの、まさにこのジャーナリスト言論の砦の皆様に申し上げたいのは、3年半前に読売新聞が企画をされた検証戦争責任というその企画でございました。私も幸いなことにその企画に参加をさせていただきました。2つミッションがございました。1つはなぜあの戦争に突入したのか、いつからもうそれを戻ることはできなかったのか、ポイントのリターンはいつなのか、なぜ亡国の危機を我が国は迎えたのか、そしてもう1つはなぜ3年8ヶ月その戦争をやめることができなかったかということでございました。地域主権改革というのは単なる霞が関の権限を地方に移すという、今までの文献改革の考え方とは違います。当時私たちは、渡辺主筆に、そういうミッションをいただいて、実際に国会の議事録をずっと精査をしました。当時特別な時間が流れていたのか、当時特別なリーダーがいたのか、そのような目で見ました。しかし何も特別な時間が流れていたわけでも、特別な、もっと言うと劣ったリーダーがいたわけでもない。じゃあ何だったのか、いろんな議事録を見る中であることに気づきました。誰と誰が責任を持って話をしているか、あるいは多くの者が両論兵器で先送りをされている。例えば昭和12年に当時の日本政府は国体の本義という本を出していました。そこにはナチスドイツの記述がございました。おそらくナチスドイツについてこれほどその制裁に、しかもその危険性について述べたものっていうのは他にはあまりないんじゃないかと思います、当時で。じゃあなぜその危険であるというナチスドイツとこの我が国が連合、同盟を結んで、そして戦争に突入するのか、その過程を調べていきました。その過程で分かったことは統治の危機でした。つまり責任がどこにあるのか。ワイマール憲法下のドイツにおいても、新しく出てきたナチスドイツは尊敬の対象では決してありませんでした。むしろヒトラーに対して多くの国民はあざけりのような立場を取っていた。しかしそれがいつの間にかもう誰もノーと言えなくなる、 その根本はどこにあったのか。それは格差だったと思います。私たち民主党も格差ということを言い、あるいは昨年私起草させていただいた公共サービス基本法、
この公共サービス基本法は公共サービス格差をどのように埋めればいいかということを制定をした理念法でございますけれども、格差が広がってじゃあ何が起きたか、多くの人たちが、国民が分断されました。働く人たちも、あるいは国家との関係も、そして分断された国民がファッションという中で窮乏をされていく。格差という心の遠さをですね、エネルギーにした勢力はもう誰にも止めることができない。それがあの戦争の大きな反省だったのではないかと。憲章戦争責任、これ200万部以上売れたあの本だそうですけれども、私はこの機会をいただいたことを非常に誇りに思っています。そしてじゃあ1929年に起こるあの世界恐慌と、そしてリーマンショックとどう違うのか、私は構造は同じじゃないかというふうに考えています。1932年に恐慌が終わったすぐ後に、ハーバード大学の初代の学長のゲイ学長はこういう論文を残しておられます。記号だけが拡大をして、そして本来だったらこれぐらいの小さな価値しかないものがこの部屋全体の価値と勘違いをされた、いやこのビル全体の価値と勘違いをされた、そしてある時みんなが気づいた、本当の価値はこれぐらいしかないということを、そしてそれを交換しようと思った、しかし膨れ上がった価値記号は誰にも交換することができなくて、そして結局世界恐慌に入った。世界恐慌に入って多くの人たちはうろたえた。そして前と同じようなやり方でこれをリカバーしようとした。しかしそれはできずに、ただただ資源を失うだけだったということをゲイ教授は伝えておられます。この論文を見たときに私は今のことを言ってるんじゃないか、これが本当に1932年の論文なんだろうかと思いました。ちょうど2005年、今アメリカの財務長官になっていますが、彼、ティモシー・ガイトナーさん、彼が2005年ニューヨーク連銀の総裁であったときに、私は連銀の彼の部屋を訪れました。そしてドイツの童話作家が言っている、まさにこのゲイ教授が警鐘を鳴らしているのと同じこと、ミハイル・エンデさんのエンデの遺言と、これ NHK でも特集をされたと思いますが、ミハイル・エンデの遺言について議論をしました。ミハイル・エンデは童話作家ですけれども、彼はお金っていう記号を、それは世界経済はグローバル化し、より自由であるに越したことはない。だけども、お金という記号は、記号が自己目的化して拡大をする。どこかでその記号をリデュースする。減価させる仕組みを持たなきゃいけない。ちょうどタヌキのあのドロンと化かすお金が葉っぱのお金のように土に帰るシステムを持たなきゃいけない。いや、土に帰らなくてもいいけども、少なくとも同じ等価を持つ、どこかで記号を減ずる仕組みを持たなきゃいけないということをミハイル・エンデは残しています。2005年にティモシー・ガイトナーさんと私が議論をしたのはまさにこのことでありました。私たちは本当の価値の社会、絆やあるいは貨幣といったものについて、本当に資本主義があの東西冷戦で、それは自由主義側、資本主義側が勝ったと言いながらも、本当に私たちはそこで勝利だけをしたんだろうか、もっと考えなきゃいけないことはあるんじゃないか、それが私たちの基本的な考え方でございました。よく地域主権改革というと、その国家の主権を地域に移すのかというご議論があります。皆さんもご案内のとおり、主権には憲法の中で3つの定義があります。異なる用い方をされています。一つは主権在民という時の主権です。統治の正当性を与えている、まさに国民の側に権利があるんだという考え方であります。あと二つは国家主権。国家主権は平等である。唯一無比であって、他から侵されることのない、そういう主権。これが国家主権です。そして、それは他に対して排他的に領土であるとか、あるいは自由であるとか、そういったものを
保障をしている権利であります。私たちは地域主権というときに主権を地域に移すということではありません。ましてや統治の権限をそこに移すということでもございません。国内的な統治の権限として主権という言葉を使う場合もあります。私たちが言っているのはまさに最初に申し上げた国民主権、自らの地域を自らが自らの責任において作っていくんだと、自らの地域に対しての思いなくして国家に対する愛は生まれません。自らの地域を参加す地域に参加することなくして、そして国家をに参加の国づくりに参加することもないというふうに考えています。そういう意味で今ご覧いただいてますけれども、地域主権改革関連日本案、この法律を出させていただきました。これは枠組みの法律であります。地域主権改革の定義、日本国憲法の理念のもとに住民に身近な行政は地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革だというふうに定義をしています。その中では直轄事業負担金の廃止、それから義務付け枠付け、直轄事業負担金、これは去年の今頃まで、今を思い起こしていただきたいと思います。大阪の橋本知事がぼったくりバーだっていう話をしました。去年の総務委員会で、参考人に来られた知事さんたちに当時の政府は何て言ってたかと、あなたのところは直轄事業負担金について出先機関がちゃんと説明していないんですね、そんなことになったらもう予算を削りますよと言わんばかりの参考人に対する強い、プレッシャーがあったのがまだ1年前であります。今年は私たち政権交代をして、そしてこの直轄事業負担金、まずは事務分、これをなくすということをしました。来年は本体をこれをなくします。そして権限の移譲、それと同時にこの2のところに書いておりますけれども、国と地方協議の場に関する法律案というものを出させていただいて、議員は国内閣官房長官、地域主権担当大臣、総務大臣、これは今私と重なってますけれども、財務大臣、それから内閣総理大臣が指定する国務大臣、そして地方6団体の代表、こういう方々が入って協議をするという形になっています。さまざまな抵抗があるのも事実であります。後でどういう状況になっているかということを申し上げますが、次のこれが工程表です。地域主権戦略会議で大体25年度をめどにということをやっていましたけれども、1年半以上前倒しをすることにいたしました。ちょうどこの黄色の線をご覧ください。今私たちはこの4月の時点、法案を提出した時点におりますけれども、夏までに地域主権戦略大綱、この中に基本的な考え方、地方文献改革推進委員会が4時にわたって勧告をいただいた、その勧告に沿った義務付け枠付けの撤廃、そして地方税財源の充実、一括交付金化、そしてもう一つ大事なことは出先機関の改革。だいたい20万人出先におられますけども、今日も総務省分の出先をどのようにするかということを、どうしても中央でなきゃいけないものがどれぐらいあるのか、そうでなくて地域で一括して決定できるもの、これもたくさんあります。それについて今日もお話をしたところでございます。先週麻生知事会長とご一緒に記者会見をさせていただいて、今、独立行政法人の第二次の事業仕分けということに私たちは取り掛かって準備を進めていますけれども、事業仕分けというのはここに理念があって、そして政策があって、それを実行するさまざまな権限仕分けがあり、事業仕分けから一番最先端の一番下位のものでございまして、今度私たちがこの出先機関で行うものは何かというと権限仕分けです。それを中央政府が、その出先が二重行政という批判をいただきながらも、まだ
やる必要があるのか、そのことによってどれほどの無駄が起きているのか、私たちは4年間で公務員の総人件費を2割カットしよう、そして 1.1 兆円そこから財源を生み出そうということを考えています。次のこれがその調整作業でございます。1回目の行政刷新会議の仕分けはですね、多くのその仕分けの過程がまだ、国民に触れることがありませんでした。あれは官僚いじめというふうに映った方もいらっしゃると思いますが、そうではありません。今までいわゆる予算を組み立てていくとき、その過程が必ずしも国民には見えませんでした。それを明らかにしようというものでございました。今回はその準備の段階から、そしてそれを判定する基準から、基準作りの段階から国民の皆様にオープンにして、この戦略会議と政治主導によるさまざまな整理ということを組み合わせながら6月をめどにやってまいります。じゃあ現状どうなっているのか、これは平成22年の3月31日の義務付け枠付けの状況でございます。にじみ直し分の回答で、率からすると約8割ができていると言いますけれども、これをご覧くださるとよくお分かりだと思いますが、特定の省庁にパフォーマンスの悪いところが偏っています。で、これは何をもってこれが偏っているかというとですね、そこは紐付き補助金を持っています。つまり補助金との関係において整理をしないと、単に義務付け枠付けだけを撤廃しただけではそれが枠の撤廃にならないということでございます。私たちはこの新政権になって責任の改革をやろうとしています。責任の改革、そのためにはできるだけ早い段階に内閣法、いわゆる分担管理の原則を見直す必要があるのではないか。よく私は小泉政権の功罪よく言われますけれども、いいところはちゃんと見習わなきゃいけない、それは内閣に一元化しようと彼らも意思を持ったことであります。しかし現実に、今も私も内閣府の特命担当大臣でございますけれども、内閣府の特命担当大臣としてのパワーよりも総務大臣、あるいは政府税調の会長代行という形の方のパワーの方がはるかに大きいということをよくわかります。それはなぜか、所掌があるからです。総務省という所掌の中でやれること、それの方がはるかに大きい。逆に言うと内閣総理大臣というものの権能が、いやその責任と権限がもっと集中しないと公務改革はできないんじゃないかと考えています。次をご覧ください。これも条項ベースでの回、これは条項ベースでの回答でございます。次をご覧ください。次が権限移譲です。見直しを実施するものと回答のあった主な例です。公園等のバリアフリー化の構造基準の条例への委員、有料道路の料金変更等にかかる大臣許可等を廃止、こう見てくるとですね、国交省のパフォーマンスが非常にいいということがわかります。ただ次をご覧ください。見直しを実施するとの回答がなかった主な例でございます。で、私は総務省の顧問、あるいは地域主権戦略会議の中に、数名の知事にお願いをしています。なぜお願いをしているか、友達だからではありません。彼らが最も地域主権改革を進めているからです。この赤字のところ、この赤字のところほとんど、というか全部、大阪府と埼玉県ではもう実現をしています。今、中央省庁から話を聞くと、なんていうかというとですね、いや、そんなことやっても、自治体にはそんな力がありません。中央で集権的にやらなきゃいけないものですという答えが返ってきます。これ、第一次の、これはクロストのヒアリングです。しかし 2時からのヒアリングは全部公開します。決めるのは各省ではありません。総理にのが議長を務めておられる地域主権戦略会議、そこで権限以上ができない
具体的な理由を聞きます。次をご覧ください。これが今の現時点3月31日時点の各省の答えであります。その次もご覧ください。これもいかに省庁によってパフォーマンスが違っているかということをお分かりになると思います。次をご覧ください。権限以上を行うとの回答のあったもので、これは後でホームページでご覧いただければと思いますが、その次をご覧ください。異常が困難との回答があったもの。内閣府、災害時における自衛隊の派遣要請。皆さんも地元の駐屯地に行かれたら、もう災害があれば、自衛隊の司令はですね、市町村長のまさに隣にいて、そして巣は救助だ、あるいは災害援助だとされているわけです。なぜそれができないのか。大阪や埼玉でできていることがなぜできないのか。市町村設置幼稚園の閉鎖命令、これもどうしてしちゃいけないのか。学級編成基準の決定、教職員定数の決定で、異常が困難であるという挙げている主な理由は専門性、広域性、効率性、その他とされています。この理由はもうほとんど理由にはならないんです。次をご覧ください。補完性の原則を徹底ということであります。今私たちはこの地域主権戦略大綱とともにですね、地方政府基本法という法律を作ろうとしています。憲法の理念を、その理念をさらに強化するための基本法という法律は意外なほどに少ないのが現状であります。憲法92条で地方自治の原則ということが書かれています。その原則は多くが3つだとされています。団体自治、住民自治、そしてここに書いております補完性の原則をということでございます。つまり住民に身近なところに権限を集約、そして市町村で処理が困難な場合は都道府県が補完をするという考え方であります。次をご覧ください。各府省が異常困難としている主因は市町村の事務処理能力に関する懸念であります。しかし本当にそうなのか。次は事務処理制度についてであります。たくさん縛っています。で、こういう縛り方をしている。で、心理学の実験にこういうものがあります。 10% できているパズル、半分できているパズル、9割できているパズル、どれでもいいから選んでごらん、子どもに、小学校1年生に選んでもらいます。伸びる子どもは当然のことながら自分で1割ほとんどできていないパズルを選ぶ、そういう子どもであります。財政について少し触れておきたいと思います。これがこの間の日本の財政の状況です。泉先生とは自民党時代、宏池会でも大変お世話になりました。宏池会は非常にリベラルな政策集団でしたけれども、その宮沢元財務大臣と議論をしたものがありました。それは何かというと、将来の財政の中期展望、これをしっかりと踏まえた上でやるべきじゃないか。当時大変な議論がありましたけれども、中期財政試算というものを出すことに成功しました。あの時宮沢総理は、梶原さん勉強熱心ですね、こんなものは何の役にも立ちませんけれども、あなたが勉強なさるというんだったら、作りましょうというようなご答弁をなさってですね、財務官僚が下を向いていたのを今でも思い出しますけれども、貴重な数値が残っています。これをご覧ください。この赤線、これが国税収入の推計です。税収の断成値を 1.1、 名目成長率を 3.5 と見たときに、平成10年の時点で当時の政府は今年の歳入をいくらと見積もっていたか。一番右の上をご覧ください。今年の税収は当時の試算では93兆円なんです。名目成長率が 1.75 とした場合でも74兆円なんです。じゃあ実際の今年の国税収入はいくらかというと、
この下の名目成長をご覧ください。ほとんど 1% も成長していない。この状況の中で私たちは今37兆円という税収の中にでパフォーマンスを行っているということをぜひご理解をいただきたいと思うんです。つまり義務付け枠付け、さまざまなことを中央でやりながら、じゃあ私たちの活力を誰が生んできたのか、ルールにおける競争に勝つということを総務省では私は各司に指示をしています。先週ペルーでデジタル日本方式の放送がペルーで始まりました。南米はこちらにいらっしゃる放送業界あるいはメディアの皆様のお力をのおかげでですね、今ほとんど南米は日本方式になってきました。アジアでは近隣の諸国から少しずつドミノのように変わってきています。私たちは依存と分配の政治で地方をがんじがらめにしながら、じゃあ何をやってきたのか。多くが地域間競争の時代になっています。今日もスマートグリッド4カ所ですね、スタートさせてエネルギーから転換するんだということをスタートをさせましたけれども、各地域が中央省庁に例えば増税減税の権限ですらですね、私と財務大臣のハンコがなければそれが OK ができない。じゃあ地方議会というのは一体何だったのか。議会は皆さんご案内のとおり一番の権能は増減税です。歳入歳出を決定する権限です。しかしその権限すら実質的に中央政府が握っている。じゃああと地方議会の方々はどうするか。中央から来る予算をいかにたくさん維持をし、そしてそれをいかに上手に配るか、これも大事です。しかしそれは実質的な経営権全部を責任を任されているとは言えないと思います。次をご覧ください。これが地方のプライマリーバランスと国のプライマリーバランスです。これから多分議論になってくると思いますが、古いこれまで財政運営を失敗してきた人たちは何を次出すだろうと私は予測をしています。彼らは多分こう言うと思います。国地方の合わせたプライマリーバランスを一定にするための財政規律法を作るんだということが必ず次出てきます。しかしその嘘をあらかじめ皆様に申し上げておきたいと思います。その嘘はこれです。つまり地方は基礎的財政収支もう三位一体改革あるいはさまざまな問題で基礎的財政収支はもう黒字化しているんです。それに対してこれ下が国のプライマリーバランスであります。国地方を合わせた分をで黒字化しようとすれば何が起きるかというと、国の分の歳出削減努力はその分少なくて済みます。その分地方へ逆に庭先のゴミをそこへ跳ねるという形、庭先のゴミをですね地方へ転換するということになるわけであります。本当にそれでいいんですかと。ですから私たちはグロスの債務とネットの債務、本当に私たちのその赤字国債というのは何と何でバランスをしているのか、何が均衡をしているのか、そしてそれを減らすにはどうすればいいか。成長なくして財政再建なし、ちょっと前に戻ってください。 1.75 の成長と 3.5 の成長でこれです。つまりマイナス 0.8 とかマイナス 0.9 とかいう成長では財政赤字が発散するんです。そうだとすると私たちの財政再建の目標は何に対してやらなきゃいけないか。それは GDP に対する赤字の割合ということにしなければならないわけであります。今日も経済界の代表の方とお話をしてきましたけれども、私たちは世界におけるルールの競争を勝てる、そういう昇る太陽ライジングサンプロジェクトということを総務省ではやっています。それは何か、世界におけるルールにおける競争に負けた、その例はいくらあるんだ、この間の原子力発電所とそういったことを言うまでもありません。例えば金融、1980年代、世界の10大銀行のうちいくつが日本の銀行だったでしょうか。そこで私たちはルールを変えられます。ビス規制です。
8% 自己資本がない銀行は外には出てきてはいけませんと言われました。当時日本の銀行は薄利多売、世界でさまざまな金融ビジネスをしっかりとやっていました。しかしビス規制によって世界でのビジネスモデルを失った日本は、そのお金が日本に還流してきます。これがバブルです。そしてバブルが崩壊して潰れなくてよかった会社が潰れ、そして途端の苦しみをこの15年間味わうわけです。私はなぜ FCC のジョナカウスキーさん、今度5月に会いますけれども、政権を発足してすぐジョナカウスキーさんと4つのタスクフォース、アメリカの FCC、 彼はオバマさんの同級生ですけど、彼とタスクフォースを立ち上げたか。それは情報通信におけるルールを揃えたいと。情報通信におけるこの成長の基盤、今からは情報通信は何も独立した産業ではありません。 ICT と運輸、 ICT と教育、 ICT と農業、こういったものを組み合わせるために産業の成長力の約半分以上をこの ICT が持ちます。ですから同盟国であるアメリカの FCC の委員長とルールを揃えて、そして共に脅威を揃えようと、脅威に対する対策を揃えようとやったのはこの意味でございます。次お願いします。あ、この緑の文献会、これが原口ビジョンでございます。私たちは緑の文献改革ということで、地域からの成長戦略を皆様にご提示をさせていただいています。これ何か、それはエネルギーのパラダイムでもあります。パラダイムチェンジです。よく日本は江戸時代にその石高で大名の力を表していました。なぜ石高なのか、それは太陽エネルギーを固定化できるのは植物だけだったからです。植物を水利によって、上手な地産地水によってたくさん確保できる、それが長い間権力者の権力構造の下でした。つまり太陽エネルギーを固定化できる、それを一手に持てる、エジプトのファラオもそうです、黄河文明もそうです、インダス文明もみんなそうです。何千年という間、私たちは植物、太陽のエネルギーを固定化すると、そしてそれを一手にマネージすると、それが権力でした。それが変わったのが1800年代です。1800年代、まさにあのペリーの蒸気船同じように、あれは何かというと太陽エネルギーを固定化した植物がの死骸、つまり化石エネルギー、太陽エネルギーの、まあ、ある意味エネルギーの世界から言うとタイムカプセルと言ってもいいです。タイムカプセルを地下から掘り起こして、そしてそれを一手に、その利権を握った人間、これが権力者でした。農耕社会の日本文化はまさにペリーという化石エネルギーに開国をされるわけであります。これをのパラダイムは未だもって変わっていません。石炭が石油に変わり、あるいは原子力に変わろうが、そのパラダイムは誰かが中央で大きなエネルギーを作って管理をして、そしてそれを地方に他に分配するという、こういうピラミッドのパラダイムは変わっていないんです。次お願いします。日本の総人口です。このように変わるだろうというふうに考えられています。今皆さんがこの都内で、走っておられると、火事でもないのに消防自動車が来ているという場面に遭遇されるんじゃないかと思います。私総務省は消防庁も所管をしていますが、あれは救急車が足りなくて赤白連携っていうんですが、救急車が足りなくて消防自動車がそれに代わって出動しているわけです。今東京都の平均のその搬送時間は46分になっています。これから全国このような人口動態の中で、地方が過疎が進むとともに、ある意味これからの問題は大都市問題と言ってもいいと思います。地価の高い大都市で高齢化が進めば、さまざまな公共サービスインフラを効率よく整えることができなくなります。だから地域の持久力と送付力を高める、
地域主権型社会への転換が必要です。ヨーロッパでは例えば500人とか1000人の町でも大変豊かな町がたくさんあります。日本はカリフォルニアと同じぐらいの面積でありにもかかわらず、なぜ限界集落があるのか、なぜ過疎という言葉があるのか、今回与野党の国会の先生方のお力、国民の皆さんのお力のおかげで過疎法、新過疎法というものを制定することができました。これはソフト事業にも使えるお金であります。過疎で債権を赤字債を発行すれば発行するほど、それは今までは公共事業にしか使えないということになっていましたから、逆にその公共事業の重みで地方が潰れるということに悪循環が一部であったわけでございます。次をご覧ください。これが私たちの緑の文献改革のイメージです。じゃあこれをどう変えようとしているのか。例えば宮崎県は先ほど申し上げたような化石エネルギーを中心としたものに対して年間3000億支払っています。これはある試算です。でもしその3000億のうちの半分でも1500億でも地域を回るというふうに考えてみてください。もう今いろんなところでこれはスタートしてますけれども、例えば滋賀県の東近江モデル、それは何かというと固定価格買取制度で1人2キロワット一人一人が、今までは誰かが中央で大きなエネルギーを作る、それを分配する、分配に大変なロスがありました。それを逆にお家の屋根で太陽エネルギーで、きれいなエネルギーで自らが自らの生産するエネルギーに責任を持つ、クリーンなエネルギーに責任を持つ仕組みが生まれると。これはアーヘンモデルと言いますけれども、今日本では東近江あるいは横浜といったところで推進が進んできています。今回法律を大きく変えました。次をご覧ください。地域力を高め成長を図る3つの柱ということで、緑の文献改革の推進、定住自立権構想の推進、過疎地域など条件不利地域の自立活性化の支援ということを掲げています。4ページご覧ください。これも21年度の補正予算でエネルギー10箇所、先ほど申し上げたアーヘンモデル、東近江モデル、これの 現状でやれるところを10箇所選んで、そしてもうフィジビリティスタディ、固定価格買取の仕組みや市民共同出資のエネルギー事業についてスタートを第二次補正予算でつけさせていただいたところでございます。で、平成22年度の取り組みとしてはこれを全国展開していく、そのための取り組みをやろうとしているわけです。先日遠野に行かせていただきました。遠野物語で有名な遠野であります。私たちの文化というのはどうなっているのか、交渉文化、口で伝える文化、大変素晴らしい文化がそこにありました。しかしそういう文化は先ほどティモシー・ガイトナーさんとのお話でも少し触れましたけれども、荒っぽい記号からどれほど阻害をされ私たちは文化を失ってきたか分かりません。自らの地域に対する文化あるいは歴史や伝統を学ばずして国家を作る基礎を作ることはできません。先日アンケートがございましたけれども、国家に対する信頼、公共に対する信頼というのはその人が小さな頃から受けた公共サービスの質によるものが大きいという調査結果もございます。地域資源を最大限活用し地域の自給力と、これは新しい言葉ですけれども富を作る力を高める取り組みを先行的総合的に実施する市町村を5月7日までに募集をし、そしてこの間予算を通していただきましたので、そこに集中的に資源を入れていきたいと思います。次をご覧ください。もうこれはスタートしている仕組みでございますが、東近江モデル、これまでの国の買取モデルの違いであります。つまりより自らが責任を持てるエネルギー、自らが分散で中央集権で誰かが独占するエネルギーのシステムではなくて、地域分散で一人一人が責任を持てるエネルギーのシステムに変えていこうと。そのためにはこの電力購入部分、全量買取制度ということを言っておりますけれども、
地域を回るお金を増やしていきたい。次ご覧ください。これが定住自立圏構想。これそれこそ泉先生、大平総理がスタートさせられた田園都市構想、これは脈々と続いているわけですけれども、現実には何が起きているかというと、三位一体改革で財政力が弱ければ弱いほど、そして規模が小さければ小さいほど厳しい状況になっているわけでございます。次をご覧ください。過疎地域などの条件不利地域の自立活性化の支援ということで、ここで私たちは情報通信大臣でもございますので、 ICT を使ったモデルプロジェクト、遠隔医療の推進ということを目指しています。今医療の世界はフルセットです。つまり検査からお医者さんに診てもらって治療をしてもらうまで全部フルセットです。本当にフルセットである必要があるんでしょうか。私たちは一方で患者の権利法という法律を3回国会に出させていただきました。私たちの医療、これは所管の外なんで少し慎重に申し上げますけれども、私の友人で、今日大学の同級生の目の前にいますけれども、友人である心臓外科でですね、子どもさん心臓手術をされて、そして27日間一生懸命頑張りましたけれども亡くなりました。でそのカルテはどうも違ったことが書いてあったということで訴訟が起こり、そして、争いがありました。3歳でした。私の娘と同じ日に生まれた、一番下の子と同じ日に生まれたお嬢さんでしたけども、3歳の子供さんの心臓ってこれぐらいなんですよ。真っ黒になった心臓の写真を持ってきて私の部屋で泣き崩れられました。なんでこんなことが起きるのか、医療って誰がチェックしているのか、医療はどこで誰が司って誰が責任を持っているのか、医療法を調べました。医療法は昭和20年代の前半にできた法律がそのままになっていました。衛生法の形をしていました。つまり戦後すぐ厳しい状態だから、まずはお医者さんを確保しなきゃいけない、ベッドを確保しなきゃいけない、看護師さんを確保しなきゃいけないという数の法律になっていました。医療の質をチェックできるものはどこにもなかったんです。どこにもないどころか、カルテを開示してカルテを開いて見せてもらう権利さえ国民にはなかった。随分それは変わってきましたけども、じゃあ質をチェックできなければ何が起きるか、重複受診、同じ病気なのにいくつも病院を渡り歩く、そしていくつも検査をし、いくつも薬をもらうと、こういったことがまだ起きているわけです。でこれを変えるためにも、私たちは地域の医療体制、それからモデルプロジェクトによる遠隔医療の推進、デジタルディバイドの解消と、こういったことを考えています。でもう時間が来ましたので、あとICT 維新ビジョンについて少し触れさせていただきたいと思います。電子政府化、そして同州制、これを経団連のと、あるいは多くの皆さんとプロジェクトを走らせてもう半年が経ちました。この図をご覧ください。これはよその国 のゴールドマンサックスが書いたものでございますけれども、2050年には日本は経済大国の地位を失う恐れがあるのではないかという推計であります。今ご案内の通り GDP で世界第2位でございますが、2050年、確かに先ほどのような 1% 成長しない、ロールにおける競争で負けるということであれば、日本はインドネシアに抜かれて8位になるだろうということであります。でそこで私が今皆さんに申し上げているのはこれです。これは私 の名刺ですけども、これは障害を持った方々が一枚一枚作ってくださっている名刺です。これ、押し花が添えてあります。で、この名刺を一枚配ると、その施設に50円入ります。私はこれを、今の鳩山政権、新しい公共といい、そしてチャレンジドっていう言葉を使ってますけども、私の友人に、多くの障害を持った友人がいます。彼は、手も足も口も不自由です。だけど、カウンセリングをしています。どうやってカウンセリングするか、それは目線です。目の玉をこういうコンピューターにつないで、目の玉の動き、今もう脳波も
そのままつなげられるような時代になりました。今ニクトという私たちの研究施設で脳と情報通信の融合研究というのをやらせていただいてますけれども、彼はそういう、まあ、新しいものではなくて 目線の動きをコンピューターに読ませて、そしてそれを言葉にする、そしてカウンセリングをしています。彼はこう言いました。できないことが問題なんじゃない、できることが大事だと。生まれて初めて税金をお給料もらって税金を払った、税金を払うというのは義務だけじゃないんだと、払って嬉しい権利なんだということを言っていました。今までのトリクルダウンという言い方、その誰かが先に行って競争をして、そしてその人が勝てばあとはおこぼれちょうだいだろうという考え方を私たちはもう根本から変えたいと思っています。一人一人の中にある資源、一人一人の中にある可能性、その可能性に着目をすべきであるということを考えているわけです。ICT の徹底利用により、これ2020年と書いてますが、これ2015年までに、早く前倒しをしました。今2005年までは日本は世界一のブロードバンド環境、世界最高速のブロードバンド環境を持っていましたが、今はそうじゃありません。普及は3割です。多くの国が2020年までに100メガバイト以上の BPS 以上の地域インフラを作るということを宣言をしています。暮らしを守る雇用の創出、世界をリードする環境負荷の軽減。次をご覧ください。これ2020年って書いてますけども、2015年ということに早くやらせていただきます。その中の中心となるのが教育です。私たちは地方自治は過去3回の大きな合併を経ています。明治の大合併、昭和の大合併、そして平成の大合併です。しかし過去2回の合併は全てが教育です。教育を国民にいかに行き渡らせるかという視点で合併をしています。明治5年に私たちの先祖は3つのことを明治5年までに成し遂げました。3つの歩いて行ける距離に機関を作りました。一つが派出所です。治安の維持です。もう一つが郵便局です。コミュニケーションの維持です。そして決済機能を地域においても持たせました。今私たち24,600のネットワーク、これは大きなガリバーが手足を縛られて、そして腐って海に浮かぶようなことになっては絶対ならないということで、今回郵政のマイナーチェンジをやろうとしているわけです。3事業一体でやろうとしているわけです。3番目、これが一番重要だと思いますけども、それは教育です。学生改革を行いました。明治5年に全ての地域に私たちの先輩は教育の機関を徹底的に作りました。そして国民の生産性、国民の教育力を上げました。ぜひここにいらっしゃる皆さんにご覧いただきたいのは、すぐそこにある港区立の青山小学校です。青山小学校では教育のパターンがもう完璧に変わっています。先生が目の前にいて、そして複数の子どもたちに情報を一方的に渡す1対 N の教育ではなくて、子どもたちが新たな ICT を使ってお互いに教え合うということをやっています。 ICT つまりインフォメーション&コミュニケーションテクノロジーによる ICT による共同教育です。これを今キャリアの皆さんにもご協力をいただいて、デジタル教科書をすべての小中学校生徒に配備をし、フューチャースクール、国民の生産性を一気に3倍にしたいと考えています。電子行政もそうです。今地方自治体は多くのベンダーに多くの予算を使っています。だけど全国一律の地方行政っていくらでもあるわけです。それを地方自治体ごとにやっていたら、それをつなぐこともできません。今私たちは国民 ID ということもやっています。また背番号かと、必ずそういう反応が来ますけど、管理のための番号ではありません。私たちの情報、個人の情報、自らの尊厳、自らのアイデンティティというのは自分にとっては絶対大事なものです。しかしこの情報化社会で私たちの情報は知らない間に誰かに蓄えられて、そして利用されている。自らの情報をコントロールできる権利、この間原口五原則というのを出させていただきましたけれども、電子行政、これをやらないとコストはいくらあっても取りません。今中央省庁で事業の仕分けをやってますけども、旅費のシステム、泉先生、旅費に関わる
中央官庁の公務員だけで何人いるか。例えば日本の一流企業だと3人ぐらいでやってるものを500人でやってる、600人でやってる、そんな不合理なものがいくらでもあるんじゃないか。そして電子入札のシステムだってそうです。わざわざ担当者がそこへ行かなきゃいけない。そして公正公平な入札が行われているのかということを申し上げておいてございます。次をご覧ください。これが ICT 関連投資、これも2020年を15年と前倒しをさせていただきました。そして次をご覧ください。 ICT 産業のグリーン化の推進であります。 ICT の分野で 25% の削減をしようと。で最後これです。国民本位の ICT の活用の実現ということで今目指させていただいています。私たちは先ほど少し言いかけましたけれども、障害者って言葉はもう使いたくないと思っています。触り会社と書いて障害者、とっても後ろ向きな言葉です。約360万人の人たちが今引きこもりをしています。うつ基本法やさまざまな生きづらさを考えている人たちをしっかりと支えるシステムを作りたいと考えています。障害者という言葉を使わずに、ケネディはチャレンジドという言葉を使っています。それは生まれながらにして神様から挑戦する課題をもらった人たち、生まれた後にさまざまな課題に挑戦する人たち、チャレンジドをタックスペイヤーにというのがジョン・F・ケネディの公約でした。格差が広がって政権としたらそれを回復させるためのまずは緊急措置を今やってますから、政権の政策が非常に社会主義的だというふうに考えておられる方もおられるかもわかりません。しかしそれは今手を入れないと再生できない農業があるからであり、今手を入れないと再生できない中小企業があるからであって、決して社会主義的政策を目指しているわけではございません。むしろ自由の改革、責任の改革、これが地域主権改革だということを申し上げておきたいと思います。でもうこれで結びにいたしますが、これから私たちはいくつかのことを行ってまいります。先ほど申し上げましたこの工程表を出してください。地域主権戦略の工程表で、この工程表を示すときにですね、必ず言われるのが全体像を国が示せということを言われるわけです。私はそういうことをしないと言っています。このキャンパスは国民との共同でやる、義務付け枠付けやあるいは出先機関の廃止についても地方がいらないっていうんだったら いらないんでいいんですよ。その代わり莫大なお金がかかる。よく地域主権改革を進めると逆にいいとこと悪いとこと差が出るんじゃないですかと言われます。その通りです。間違ったリーダーを選べば、選んだ地域はその地域のツケがその市民に来るんです。これが民主主義の改革です。しかし今までと同じように悪かろう、誰かが責任持つだろう、そして自分たちは関わらないっていうようなことをやっていれば、中央政府が格差を埋める財源すらもうなくしているということを、現実をご覧をいただきたいというふうに思います。17日に夕張市に参ります。最後にお願いがあります。夕張市は学校がですね、今までもう本当に広い地域ですけども6つあった学校が今度1つになります。交付税を傾斜配分しました、二次補正で。しかしそれが学校に行き、医療機関に行きませんでした。どこに行ったか、借金返しになっていました。公共化サービス格差はものすごく広がっています。市民の皆さん、市長さんが頑張っていただいて、やっと17年でこの赤字をなんとかするっていう再建計画に私は動揺しました。日本各地に夕張っていうのは一つ、あのような財政破綻の懸念の地域っていうのは一つだけじゃありません。いくらもあります。だから今パラダイムをチェンジして、そして地域から国づくりのために地域づくり、国づくりの基本は地域づくりということでやらせていただいているということをご理解をいただいて、大変お力のある方々ばかりですから、ぜひ夕張にもお力添えをいただいて、いろんなお知恵をいただければというふうにお願いを申し上げまして、私のお話を終えさせて、ご清聴ありがとうございました。
大変分かりやすい話をしていただきましてありがとうございました。それではこれから許された時間で質疑に移りたいと思います。私の方からちょっと 2,3 点まとめてではお伺いして、それでその後会場からという形にしたいと思います。非常に基本的な話なんですが、常に地方主権、地方分権、いろいろな言葉で表現されてますが、その時にじゃあその地方を動かすというのはどういう主体があるのかということで、道州制であったり、民主党さんの場合は私が知っているのは基礎的自治体ですね。でそもそもそういうものと今の都道府県市町村、今1700ぐらいになりましたかね、そこの関係、これは大変長期的な視野なんですが、そこっていうのは今の原口さんはその部分はどういうふうにお考えになっているかをまず最初にお伺いしたいと思います。ピラミッド型のですね、精緻なシステムというふうに考えてはいないんです。なぜかといえば、私たちが1990年代の終わりに頃考えていたものは、今の中央集権を8つに分けて、そして道州ということを考えていました。しかし集権構造ピラミッド型っていうのを8つに分けたところで、これは逆に8つの病理を日本全国に広げるだけだ。それよりも先ほど申し上げました補完性の原則、自らの地域のことは自らが決める、自らが責任を持って作ると、こういうことで基礎自治体中心主義ということを申し上げたわけです。つまりまずは住民に一番近いところが安定的な財源、来年は地方消費税の議論もしようと、あるいは地方環境税といったことも私たちは申し上げていますけれども、安定的な財源で安定的な公共サービスを担う、そのためには基礎自治体だと。でこういうピラミッドじゃなきゃどういう絵なんだということで、私たちは多層性、こういうさまざまな、個別 の企業名でいうとあれですけども、 Linux 型といってオープンソースで、そしてさまざまな地域がお互いが補完し合う、こういう姿をイメージしています。そして地域の方々が、例えば橋本さんの大阪のように道州制まで持っていくんだと。確かに道州ぐらいの力がないとですね、その産業の基礎になる、どこに港湾作って、どこに空港作って、どういう産業政策をやるかと、地域間競争の基礎となるのは基礎自治体だけじゃやっぱり弱いんです。ですから経団連と一緒にタスクフォースを、道州制のタスクフォースをしようとしているのは、ことに産業政策については道州という形がいいんじゃないか。でそれも一律で上から網をかぶせるんじゃなくて、それは地域ですよと。私は例えばあと5年後の姿を見てみると、関西圏が今のような活発なリーダーで立ち上がったとすると、あんな関西圏になりたいっていう人たちが出てくる。現に埼玉県、私たち民主党政権すごく困ったんですよ。政権になってからのイメージっていうのがなかなか生まれない、みんな行ったことない道は遠く感じる、だったらどこを見てくれって埼玉県に行ってくれって言ったんですよ。埼玉県はその彼が、上田知事が、私たちが理想とするものを強いリーダーシップでやってくれたおかげで犯罪はものすごく減りました。一人当たりの公務員のパフォーマンスは日本で有数です。そして中小企業のその倒産率、埼玉県激減しました。そういうその地域のデザインする力、それを自由にしたいと、じゃあそれじゃあキャンパスが半分じゃないかって必ず答えが返ってきます。それは地域の人たちと決めますよというのが私たち、最も国家のもっと大切な権限は世界に対して自国の利益を主張し競争に勝つことだというふうに思います。それで少し具体的というか、原口さんが、政策決定のところで関わった話でちょっと2点だけ私の方から、お伺いします。一つは子ども手当の話であります。これは実は地方自治体にとってはこれから6月の中旬になりますかね、大変なある種事務的な負担も得られます。ただそれで私も地方の自治体の方々とよく話すんですが、その全部内容まで決めてということでなくて、最終的には5兆を超える財源、そこまでなるかどうか、これからの議論と思いますが、そもそもが地域によってその子どもの命の守り方、教育の仕方も含めてですが全く違う
という中で、できるだけそれはもうそれぞれの地域の自主性を尊重した方がいいんじゃないかという意見で、例えばまあバウチャーの話とかあります。だその辺をどう考えておられるのかと。もう一点、ついでだから聞きますが、まあ、つい先頃大騒ぎになった郵政問題ですね。で、まあ、これは亀井さんがまあ主導してということですが、原口さんはその横というかパートナーとしてお話をされたことで、まあ、限度額の引き上げの話等について、まあ、国民的に言うといささか、まあ、疑問なしとしないというか大いに疑問ありということなんです。その点についてのその2点を、はい、原口さんの、個人の考えも含めてで結構ですね。一つよろしくお願いします。ありがとうございます。子ども手当についてはですね、その現金給付は地方政府、そしてサービス給付は地方政府、この原則を徹底すべきだと思います。で今回、キメラというかハイブリッドって言えて言うんで言いますけども、要するに複合案になってるわけです。で本来は来年度に向けては4大臣会合、地域主権戦略会議で決めるということが今決定していることです。でそこで今泉先生おっしゃったように、サービス給付と現金給付の割合、そしてその自由度、これをその先週麻生知事とも知事会会長とも ご議論させていただきました。このバランスはとっても大事です。つまり年間の予算が300億円しかないところに、子ども手当だけの給付予算が50億あるというのは、それはやはりバランスを失します。ですからそこに 地域の自由度をどのように入れてくるか、だから地域主権戦略会議で地方の側と議論をしますよというのがこれです。ただ一方で私たちは子ども手当だけが言われますけど、控除から手当、控除という税金をこれは倒してなくして、そしてそれを手当にやっていこうということを考えています。でこの額については今、正直、今の 2万6千円という数字がまるまるその子ども手当でやる方がいいのか、今おっしゃったようにその地方の自由をどうそこで許容してサービス給付でやった方がいいのか、あるいはそのコンビネーションでやった方がいいのか、それを今検討しているところです。だから郵政についてはですね、まあメディアがいろいろ書いていただくのは ありがたいことなんですけども、暴走する亀井、止められない無能な原口と、まあ、こういう構図 でここはですね、少し3分ぐらい時間かかりますけども、郵政ってすごく難しいなと、この間閣僚懇でもですね思ったのは、10年間に5回書いてるんですよ。だからある人は2003年の議論をしてる、ある人は2005年の議論をしてる、ある人は2008年の議論をしている。で、まず皆さんに決断をいただきたいことがある。それは郵政に税金を入れるモデルをするのか、それとも小泉さんの改革も私たちもそうですけども、3事業の コラボでそれで税金を入れずにやりますか、この選択肢がまず第一なんです。で、私たちはそれを入れない、よく加盟案だって今言わんがいい、まあもうあえて言うわ。私が大臣就任後、報道ステーションで言った案なんです、今回の案は。で、暗黙の性保障なんてのはありえないです。で、今何が起きてるかっていうと、さっき少し言いかけましたけど、巨大なクジラっていうかガリバーをずっと手足を縛ってたわけです。で手足を縛ってこの郵政どうなってるかというと、私たち2005年に500万にするっていう案を出しました。あの時はまだ巨大なガリバーだったんですよ。だけどこのガリバーはこの5年間で手足縛られて、郵貯だけで10兆落ちてるわけですよ。私たちは60兆の定額貯金っていう郵政にとってのリスクを外に出すということを、あの時にあれも私が作った法案なんですけども出させていただいたけども、それよりもはるかに下のラインを言ってるということをまずご認識をいただきたい。じゃあそこで何をやるか、元に戻すなんてありえない、特殊会社にしません、普通会社にします、金融2社は普通会社にします、そして普通会社だけども上限のある会社にします、今でも1550万まで預けられるのを2000万にしますというのは、まずは出血を止めさせてくださいと。この間の JP エクスプレスでですね、約1000億の赤字をこの短期間で抱えるわけです。私が
見てる、ちょっとあんまり言うとその日本郵政の経営に関わるんで、あの強めに言えないところがあのこの大臣の辛さなんですけど、日本郵政は思いっきりその下降モデルから水平モデルに変えなきゃいけないんですよ。で、私たちが目指しているものは例えばオランダの ING あるいは、シンガポールのテマセックで、それは何かというと運用なんです。今日もこの後 GPIF という年金の運用について議論します。これもですね、堅実賢明な国債の長妻、そして危ない原口ということを言うんです。そんなことを言ってんじゃなくて、120兆という巨大な資産を持っておきながら、このポートフォリオについてどんな議論をしてきたんですか。官から民にって言いながら、120兆の年金ですよ。で、官から民にって言いながら、その 8割がゆうちょの国債、7割が官府の7割が国債なんですよ。官から民になってない、本当にそのプロジェクトファイナンスだとか、ベンチャーだとか、そういったものに、年金なんて、泉先生、成長点にお金を投資しなきゃ、長期にわたるリスクを取れないに決まってるんです。国債っていうのは 1.5 ですよ。1.5 の国債にそこだけやれっていうんだったら、何も GPIF なんかがやる必要なくて、これ財務省でやればいいんですよ。だけどその代わり、年金は 4.2 を国民に今言ってますから、4.2-1.5 は増税しますっていうのが本当なんですよ。そういうことを議論しましょうっていうのが私で、何もあの危険な人間じゃないんで、ぜひ明日から少し論調を変えて、まあ、あのいただければと思いますが、郵政は今申し上げたようなところで民営化のソフトランディングモデルだというふうにご議論あの頭を整理していただけるとありがたいと思います。ありがとうございました。それではあの会場の皆さん、あと時間もあれですが、あの数問と思っておりますが、どうぞ挙手で、お名前もおっしゃっていただき、はい、どうぞ。小平さん。黒岩祐二です。簡単にあの地域主権と安全保障の関係についてお伺いしたいと思います。普天間の施設先を決めるときに地域主権という理念を掲げるときに、どういうふうに説明説得すればいいんですか、教えてください。ありがとうございます。国家の安全保障は国が責任を持ちます。ですからこの地域主権改革、地域におけるサービスを国民が選択するのが地域主権改革ですから、国家の安全保障を国が主導してやるということと何の関係もありません。それが答えです。どうぞ、どなたでも。安全保障をその地域ができるんだったらまた別の議論がありますけどね。安全保障については地域主権はない、ありません。いや、そんなことじゃないです。あのさっき申し上げました、我慢しようじゃなくて、国民主権ということから国家を、私たちはその統治権を正当化しているわけですから、国家に直接国民が言えばいい話だと考えています。それと同じように地域主権というのは自らの責任において地域を作る権限であって、補完性の原理って申し上げたのはまさにそれで、地域がですね、安全保障をその自ら その権限と責任において担えるというんだったら別ですけど、私はそこは分けて考えるべきだという論者でございます。どうぞ他に。はい、どうぞ。すいませんね、テレビ朝日の秋山と申します。すみません、この週末 ANN の世論調査で内閣支持率あのかなり下がってますので、所見を伺いたいと思います。まず数字なんですが、内閣支持率 28.5% と3割をまず割り込みました。それで、夏の参院選なんですが、野党か与党どっちに勝ってほしいかという質問に対して、自民党を中心とする野党という方が、民主党を中心とする与党に、5ポイントぐらいまず上回りました。それと比例区でも自民党に投票するというのが、これも上回ってまして 1.1 ポイントぐらい上回っています。こうした数字についてまずどう受け止められるのかと、そしてなぜこういう数値になってしまったのか、そして今後これを回復するためにはどうすればいいのかを聞かせてください。
新しい政党ができてですね、この間平沼さんや与謝野さん、大変その理念に対して忠実な方々です。それでも民主党政権の暴走を許さないということで新党を立ち上げられた。今の数字も含めてですね、私たちはより深刻に考えるべきことだというふうに考えています。で、いくつか状況を見てみると、やはり古い政権との違い、それについてやはり国民が実感できておられない、もっと言うと昔の自民党よりももっと悪い、そういう政権だという声を一部聞きます。で、先ほど申し上げたように私たちはパラダイムチェンジをやろうとしています。ですからそれが届くには少し時間かかる、運動するにも時間かかる、経済もよく二番底という話がありましたけれども、やっと明るさが見えてきました。これを着実なものにして、私たちは今度マニフェスト選挙という中で何がやれたのか、何がやれなかったのか。マニフェスト選挙というのは現政権は過去を問われます。そして次のチャレンジャーは未来を問われるわけです。で、そこにおいてこの8ヶ月9ヶ月参議院選挙までいうと10ヶ月の間に何がやれたのかということをしっかりと示すべきです。私たち自身、これちょっと踏み込みすぎかも分かりませんけども、民主党自体も右か左か保守か革新かっていう古いパラダイムからしっかり抜ける。308議席いただきましたが、308議席いただいたその瞬間からですね、劣化が始まる。そこの中に予備選挙やさまざまな新しい人たちが入るダイナミズムを入れておかないといけないというふうに考えています。